皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はビーレジェンドちょっとひとやすミルクティーですね、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。数量限定として販売されてた商品なんですけれども、もう毎回ね即完売してしまうね、非常にね大人気のミルクティー風味のプロテインになります。早速ねレビューもやっていきたいと思います。パウダーの方はねこんな感じ、白みがかったパウダーになりますね。あともうパウダーの香りは紅茶葉のねいい香りがいたしますね。こちらの、ね、黒スプーンが付属されるかと思いますんで、こちらですり切って1杯入れていきます。ダマもね、泡立ちももうほとんどありませんね。あ、もう非常にあの紅茶葉のねいい香りがいたしますね。じゃあ早速ね飲んでいきましょう。いただきます。あー、うまい。ホエーのミルク感とミルクティーが持ってるミルク感ですかね、その相性がね抜群にいいんですよね。ホエープロテインの独特のねホエー感っていうんですかね、それがもううまく消えてるんですよね。正直ミルクティーのプロテインと通常のねミルクティーですよね、これを同時にね差し出されて飲んだ時にわからないぐらい本当にねもうミルクティーなんですよね。まあ、ここまでねちょっと僕が熱弁したんですけど、まだちょっとどんな味かねわからないよっていう方がねおられるかもしれないんで、どんなミルクティーに似てるのかって言われたら、某午後に飲む紅茶に非常にね近い味じゃないかなと僕は感じております。その紅茶がね好きな方にはぜひね試していただきたい味です。でこちらのプロテインのね栄養成分表示ですね、1食あたり113キロカロリーですね。タンパク質が 20.5g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 4.4g、 食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C が 40.3mg、 ビタミン B6 が 1.0mg となります。でこちらのねちょっとひとやすミルクティーですね、1キロで3200円となります。プロテイン1食作るのに 29g 使いますんで、こちら1キロで34食分になります。1日1回飲むとだいたいまあ1ヶ月とちょっとぐらい持つっていう感じで、1食あたり94円ぐらいのね値段になるんですね。タンパク質も取れてビタミンもね補えるプロテインを飲んでみてはいかがでしょうか。こちらね概要欄の方に商品ページのね URL 貼っておきますんで、あの気になる方はね今すぐチェックして購入していただければと思います。それではねまたね次の動画でねお会いいたしましょう。さよなら。